医療用インジゴカルミンのアンプルインジゴカルミンによる色素内視鏡インジゴカルミンはやや紫がかった青色に着色することのできる着色量。インジゴイド系の食用ーる色素に分類される合成着色量である。インジゴカーミンとも呼ばれる。食品衛生法では青色2号として食品添加物に指定されている。常温では暗視青の粒、または 粉末状の個体で無臭である。熱や光、塩基に弱く還元されやすい。工業的にはインディゴに対して濃硫酸や発塩硫酸を用いてスルホン化することによって作り出す。主に食品添加物や工業製品の着色用途として使用される。旧構成省は天然に存在しない添加物に分類している。他の着色料では得られ。 憎い独特な姿勢食に着色できる。食品用途にはチョコレートや和菓子への使用が多い。分け腎機能検査、静脈投与し、膀胱鏡で左右それぞれの尿管からの発排泄までの時間を測定し、左右の腎機能の評価を行う。ただしこういった手段を使用しなくても、各種画像検査で、おおよそ左右の腎機能差は予測できるので、あまり実施されることはない。 色素内視鏡検査、上部消化管内視鏡や大腸内視鏡で用いられ、病変部やヒダの集中に溜まることで、コントラストがつく。といった用途で用いられる。インジゴカルミンの水溶液に還元剤として、ア、ジチオン酸ナトリウムを作用させると、無色、または薄い黄色の還元体に変わる。この還元体は、酸化を受けやすく、少しでも酸素があると再び、 インジゴカルミンに戻り青色を呈することから酸素の検出に利用される。色に pH 依存性があることを利用して pH 指示薬として用いられる。pH が11.4以下では青色。pH が13.0以上の強塩基性。条件下では黄色を呈する。ありがとうございます。